怪獣ロス、次が来ます。敵が来るのか。さくら、大丈夫か。はい、まだ行けます。もう少し頑張ってくれ。全力で行くぞ。敵を逃すぜ。今日守りきれたよ。聖十郎さんがいてくれたおかげです。すぐに来てくれましたから。ねえ聖十郎さん、また私がピンチになったらすぐに駆けつけてくれますか。俺が隊長になって君を守る約束だからな。聖十郎さん。
パオーン。何をしてるんだい？さくらの練習を見ていたの。綺麗な、迷いのない剣をね。アナスタシア。ごめんなさい。邪魔をしては悪いから、もう行くわ。アナスタシアさん。アナスタシアさん、何かあったんでしょうか？後で話でもしてみるか。それはそうと、さくらの方は大丈夫か？主役をやることになったけど。不安がないって言うと嘘ですよね。でも、清十郎さん、私が主役で本当に大丈夫だと思いますか？それは。さくらなら大丈夫さ。きっと今までで一番の奇跡の鐘になる。嬉しいけど、さすがに重圧で苦しく。さすがのさくらでもそんな風になるんだな。私だって普通の女の子なんですから。そうだったな、ごめんごめん。いえ、でも清十郎さんと話してたらなんだか勇気が湧いてきました。ありがとうございます、清十郎さん。私頑張ります。
ナスタシアさん、セリフ合わせ一緒にお願いできませんか？前の脚本を見つけたんですけど、少しイメージがつかみにくいところがあって。ええ、いいわよ。私で力になれるなら。ありがとうございます。それじゃ資料室へ行きましょう。相手になってやる。よし、始めるぞ。料理できなかねえな。これにすっか。これにすっか。はあ、これにすっか。どうやら満館全席が見られそうだぜ。後悔すんなよ。後悔すんなよ。はあ、やめんな。おい、お前が親だぜ。料理できなかねえな。そらよ。はあ、これにすっか。そらよ。後悔すんなよ。はあ、後悔すんなよ。後悔すんなよ。やめんな。おい、お前が親だぜ。料理できなかねえな。これにすっか。はあ、後悔すんなよ。これにすっか。どうやら満館全席が見られそうだぜ。そらよ。これにすっか。
ボッコボコにしてやんぜ。勝ちは見えたな。俺が親だ。料理できなかねえな。どうやら満館全席が見られそうだぜ。これにすっか。はあ。これにすっか。はあ。できなかねえな。はあ。はあ。リベンジしてやるからな。お、また一緒にやろうぜ。忘れないでください。喜びはいつだってそばにある。今日は特別な日だから、少しだけ、もう少しだけ夢をください。次はアナスタシアさんのセリフです。え、あ、ごめんなさい。どこか調子が悪いんですか？さっきから集中できていないようですけど。
何でもないのよ。ごめんなさい。アナスタシア。キャプテン。君が間違えるなんて珍しいな。みんなの指導もしていて大変だし、少し休んだ方がいいんじゃないか。そうね、その方がいいのかも。アナスタシアさん、ごめんなさい。今日はもう休ませてもらうわ。アナスタシアさん、何かあったんでしょうか。そうだな、ちょっと心配だから様子を見てくるよ。お願いします、神山さん。どなたかしら。俺だ、アナスタシア。少し話をさせてくれないか。キャプテン、ごめんなさい。今は一人にしておいてほしいの。君を放っておけない。何か悩みがあるんじゃないのか。まったく、いつも強引ね、キャプテンは。わかったわ、入ってちょうだい。部屋まで押しかけてしまってすまない。だけどどうにも気になって。今日の君はどこか様子がおかしい。隠し通せそうにないわね。ごめんなさい、キャプテン。私、帝国歌劇団を辞めるわ。なんだって。帝劇が嫌いになったのか。いいえ、そんなこと絶対にない。帝国歌劇団のことは気に入ってる。でもね、仕方ないこともあるのよ。納得ができない。理由を教えてくれ。私を迎えたいと、必要だと、そう言ってくれるところがあるから。それは、俺たちだって同じだ。君だって分かってるはずだろ。ありがとう。でもね、私は一つのところにいられない女。これは運命なのよ。星の導きに人は逆らうことはできない。アナスタシア。わかった、決意は固いようだね。だけどこれだけは覚えておいてほしい。帝国歌劇団は君をいつまでも待っている。君はもう帝劇の仲間、家族なんだから。この帝劇を君の家だと思って、いつだって帰ってきてくれていい。アナスタシア。ありがとう、ありがとう、キャプテン。いつまでここにいられるんだ。クリスマス公演までよ。それが私の花組としての最後の公演になるわ。そうか、じゃあそれまでは。
みんな、また盗み聞きしてたのか。そんなことはどうだっていい。水くせえじゃねえか、アナスタシア。アナスタシアさんは世界のスターですから、帝劇が独り占めできないのはわかります。けどよ、どこにいても私たちは仲間だからさ。そんな悲しい顔するんじゃねえよ。里の掟8条、仲間は家族、離れていても心は一つ。そうです、私たちはずっと心でつながっているんです。あなたたち、クリスマス公演は一緒にできるんですよね。だったらそれまで私たちを鍛えてください。アナスタシアさんがいたから私たちはここまで来られた。アナスタシアさんを見送る最高の舞台を私たち全員で作りたいんです。バカね、あなたたち。私なんかにこんなアナスタシア、こんな気持ちは初めてだわ。自分でなく全員で成功させたいなんてね。いいわ、全力でついてきなさい。最高の舞台を作り上げるわよ。はい。こうして私たち花組の最後の特訓が始まりました。もっと指先まで感情を込めなさい。指先でそこにあるものを感じさせるのよ。あなたがないものを舞台に作り出すの。なるほど。こうか。さくらは動きが直線的になりがち。だから円の動きも心がけて。円ですか。剣術と舞台は違うわ。今は女性らしい柔らかい雰囲気をまといなさい。円のような滑らかな軽やかな動きを。はい。クラリス、あなたの声はもっと多くを語れるはずよ。声に意味だけでなく思いを、情景を乗せなさい。はい、やってみます。アザミは勢いでセリフを読む癖があるから、一言一言にもっと気を使うことが必要ね。わかった。そしてクリスマス公演をあさってに控えた12月22日、あの鐘の音と共に。やったぜ、完璧だろ。おい、間違いなく完璧。心が震えます。これなら。ああ、素晴らしい演技だった。これならクリスマス公演も大成功間違いなしだ。これもアナスタシアさんの指導のおかげです。ありがとうございました。みんなの努力のおかげよ。それにこれは本番じゃないわ。大切なのは本番で最大限の力を出すことよ。わかってる。そのためには。さらなる特訓が必要だ。そうですね、頑張らないと。アザミ、負けない。これ以上はやめた方がいいわね。え、どうしてだい。みんな十分に練習してきたわ。今は休憩が必要よ。疲れをためたまま舞台に立ってもいい演技はできないわ。わかった。アナスタシアが言うならそうしよう。体は休めても
緊張感は保つこと、それは忘れないでね。よし、それじゃあ解散。みんなお疲れ様。来てくれてちょうどよかった。アザミも清十郎のところに行くつもりだった。何か用事があったのか？アザミは棟梁から極秘任務を受け取った。明日遂行しなくちゃいけない。この話をしていいのは清十郎だけって言われてる。ヤッタンサイさんからの極秘任務、それは。楽しそうだな。ワクワクするよ。楽しい。アザミが保証する。それでどんな任務なんだ？偵察か潜入か、それとも暗殺か？清十郎、やる気があるのはいいけどちょっと怖い。え、あ、ごめん、なんかその気になっちゃって。それでどう？任務の話聞いてくれる？聞けば後には引けなくなる。だが、アザミのためだもんな。わかったよ。で、どんな任務なんだ？うん。あのね、清十郎。アザミと、お出かけしてほしい。え？明日一日、アザミと、お出かけしてほしい。それが、任務？ダメ？それは。もちろんいいよ。一緒にお出かけしようか。本当に？清十郎、ありがとう。まあ、お安い御用だし。じゃあ、明日は準備ができたら、アザミの部屋に来てほしい。アザミの部屋だね。わかった。必ず行くよ。うん、楽しみに待ってる。誰かしら？キャプテン、どうしたの？アナスタシアにお礼を言おうと思って。私に？一体何のお礼かしら？それは、定劇に来てくれてありがとう。アナスタシアと過ごせて本当に楽しい日々だった。こちらこそ
とても楽しい日々だったわ。あさってで最後だなんて考えたくないわね。ああ、でもまだ2日ある。明日1日、そしてクリスマス公演、最後に忘れられない思い出をいっぱい作ってほしい。最後の思い出そうね。ねえキャプテン、もしよかったら明日私に付き合ってくれない？え、俺と？ええ、キャプテンと最後の思い出を作りたいわ。もちろん他に用事があればそっちを優先してもいいけど、どうかしら？そうだな。もちろんいいよ。二人で最後の思い出を作りに行こうよかったわ、ありがとうキャプテン。それじゃあ明日は歌舞伎座前の待ち合わせでどうかしら？わかった、歌舞伎座の前だね。絶対に行くよ楽しみにしているわ。おやすみキャプテン。寝坊したらダメよ。ああ大丈夫だよ。おやすみアナスタシア。はい。どうしたんですか清十郎さん。いや、さくらがどうしているか気になってね。もう休むところだったならすぐに帰るけど。いえ大丈夫です。そのなんだか眠れそうになくて。明日はお休みになりましたけど、やっぱりちょっと不安なんです。体を動かしていた方が気が楽っていうか。さくららしいな。それならしばらしに外にでも行ってみるといいよ。休養は必要だけどさ、部屋に閉じこもっていても仕方ないだろ。それはそうですけど、でも気晴らしですか。あの清十郎さん。ん？もしよかったら私と一緒にお出かけしませんか？え、俺と？いいよ、二人で出かけよう。本当ですか？やったー。おいおい、はしゃぎすぎだよ。あ、ごめんなさい。でも嬉しくって。そうと決まったら早く休んでおかなきゃ。明日は、そうですね、三笠記念公園で待ち合わせ。どうですか？ああ、わかった。三笠記念公園だね。必ず行くよ。じゃあおやすみなさい、清十郎さん。ああ、おやすみ。はい。神山さん、何かご用ですか？いや、クラリスがどうしているか気になってね。やっぱり落ち着かないかい？お見通しですか。さすが神山さんですね。本でも読めば落ち着いて眠れるようになるかなって思ったんですけど。その様子じゃ明日も一日中頑張って本を読んでしまいそうだな。どうかな、明日は本を置いて気晴らしに出かけてみたらどうだい？気晴らしですか。例えばどんな？そうだな、例えば
人でゆっくり散歩してみるとか、ハイキングなんかもいいな。ハイキングは楽しそうですね。でも散歩なら普段もよくしてるんですよ。そうなのかい？はい。もしかして神山さん、私を部屋に閉じこもりの本の虫とか思ってません？そんなことはないよ。ごめん。でも神山さんが言うように気晴らしに出かけるのもいいかもしれませんね。それじゃあ神山さん、よかったら明日私に付き合ってもらえませんか？え、俺とかい？それはいいよ、付き合うよ。ありがとうございます。なんだかとっても楽しみになってきました。俺もだよ。でも本当に俺でいいのかい？はい、神山さんがいいです。前にデートした時もすごく楽しかったですし。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいね。じゃあ明日は本屋の前で待ち合わせしませんか？本屋の前だね。ああ、必ず行くよ。はい、それじゃあおやすみなさい、神山さん。ああ、おやすみ、クラリス。ああ。どうしたんだ、神山。何かあったのかよ。いや、何もないけど、ハツホがどうしているかと。私もそっち行こうかと思ってたんだ。俺に用が？もしかして。相談事でもあるのか？何か不安でも？ちげえちげえ、そんなんじゃねえよ。やるべきことはやったんだ。あとは腹くくって勝負するだけさ。それにみんなもいる、何の心配もしてねえよ。そうか、よかったよ。で、まあそれはそれとしてなんだけどよ。ん？なあ神山、おめえ明日暇か？よかったらさ、一緒に付き合ってほしいところがあるんだけど、どうかな？え、一緒に？それは。いいよ、付き合うよ。本当か？よっしゃ、やったぜ。喜びすぎじゃないか？わりわり、嬉しくてついな。じゃあさ、明日は帝都中央駅の駅前広場で待ち合わせな。いいか？ああ、わかった。帝都中央駅の駅前広場だな。どこに行くつもりなんだ？それは明日のお楽しみってやつだ。それじゃ、神山、明日に備えてさっさと寝ろよ。おやすみ。まあ、おやすみ、初穂。